ウエストはドイツのタバコの銘柄の一つ。イギリスに本社がある国際的なタバコ会社である、インペリアルブランズ産加の霊夢妻が製造している国際的なブランド。ドイツでは1981年に発売され、当初はタバコ専門店のみで販売されていたが、1987年から一般のスーパーや自動販売機でも販売されることになった。現在、 世界90カ国以上で販売されている。2011年から日本でも発売を開始、2015年現在11名柄が、インペリアルタバコジャパンから販売されている。ドイツから見て、西に位置する国であるアメリカの独立心や自由をイメージする名前として、ウエストと名付けられた。ウエストは1981年、当時ドイツ最大のタバコ会社レームズマから発売され、 すぐに、ドイツ国内の20代を中心とした喫煙者の人気タバコブランドになった。1993年には、販売を広げ、ヨーロッパ15カ国以上で発売。霊夢妻が2002年に世界4番目のタバコ会社インペリアルタバコグループに取得されて以降、ウエストは国際的なブランドとして、世界70カ国以上で販売。2011年から日本でも販売されている。 ウエストに使われている旗箱はアメリカンブレンドと呼ばれる3種類をブレンドしている。天日乾燥するオリエント種、空気乾燥のバーレー種と熱処理倉庫で乾燥されるバージニア種の旗箱を世界各地から集めて調合している。ウエストはかつてフォーミュラ1チームの主要なスポンサーであり、1985年から1989年までザクスピードのスポンサーを務める。 2000年から2年間シトポンスのモートジッピーチームをスポンサード。また、マクラーレンがそれまでのスポンサーであったマールボロー1997年からウエストに変え、ウエストマクラーレンメルセデスに解消。1998年から1999年にはエースドライバーのミカハッキネンが F1 ワールドチャンピオンを獲得。同1998年には ウエスト・マクラーレン・メルセデスがコンストラクターズチャンピオンも同時に獲得した。しかしタバコ広告に関する規制が全世界的に厳格化されたことにより7月29日第13戦ハンガリー GP のフリープラクティスをもってマクラーレンとの契約を解消した。現在日本で販売されているウエスト製品はドイツ本国製造品もあるがほとんどは台湾で製造されている。 ありがとうございます。